あなた観察力が強い。あなたの観察でやれば間違ってない。あなたの観察を信じなさい。そしてあなた長くしなさい。秋っぽいで、秋っぽいだから変化が多い。あなたこれを直せば成功する。商売やるなら飲食系が大丈夫。あなたとても手先が器用だ。パン屋がいい。韓国の弁当より、日本のコンビニやスーパーの弁当のクオリティがとっても高いです。韓国でも弁当も売ってますけど、日本の方が値段は高いけど、美味しいです。特に、日本の牛肉のクオリティは、本当にありがとうございました。タイ人は食べることがすっごく好きですよ。なんか、1日5回くらい食べる。本当ですよ。今日も朝、冷麺食べて、ほい、朝、ラーメン食べて、その後、トムヤムクン食べて、ずっと食べてるですよ。日本人いつもお金のことばっか気にしてる。あなた7万8万払ってインドに来て、なんでまたお金のことを言ってるの？お金死んだら天国に持っていけない。お金大事じゃない。人生大事。だから私の旅行パッケージ50万のやつ買ってよ。はい、こんにちは。私の名前はデイビッドです。私、日本語勉強して1年ぐらいになるだけど、日本語 very easy。 こんなに流暢に喋れます。ところであなた、神は信じますか？そうじゃない。イギリスの食べ物は本当に最低。味のしないサンドイッチが、3000円ぐらいするかな。僕の好きなイギリスの食べ物はチャイニーズフード。だから本当に日本最高。夜中でも美味しいチーズ牛丼がすき家で食べられる。ちなみに僕は神様信じてません。こんにちは。そうなんですね。どこから来たんですか？アメリカ。うわー、日本語上手。すごいすごいすごい。